備中高橋駅は、岡山県高橋市朝日町にある、西日本旅客鉄道白備線の駅である。駅番号は、JRV12。高橋市の代表駅。当駅以北は一部区間を除いて、単線区間であり、岡山方面からの普通列車は、約半数が当駅で折り返す。2020年3月14日のダイヤ改正で、 当駅で折り返していた普通列車の一部が、総者駅で折り返すようになった。特急、役雲はすべて停車するほか、以前より、停車実現への取り組みを行っていた、寝台特急、サンライズ・出雲についても、2015年3月14日のダイヤ改正から停車している。IC カード、移行下に対応している。事務官コードは65408を使用している。 高橋の名称がつく国内唯一の駅であるが、同音の高橋駅が佐世保線に存在するため、旧国名を冠している。旧駅舎旧駅舎時代の改札口共用開始直後の現駅舎端式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅で、京上駅舎を有する。 倉敷川伏線、新見川単線の行き違い可能駅でもある。直営駅であり、新見駅管理課の地区駅として、地区駅長が配置されている。自動改札機は、開閉式のものが設置されており、改札外には、移行下のチャージに対応した、自動券売機と緑の券売機プラスが設置されている。2021年3月13日より当駅から、新見方面も、移行下が、 利用可能になる。改札口自由通路現在の京上駅舎は既存の自由通路を活用したもので、2015年4月11日より使用されている。自由通路の中央に改札口があり、その西側に券売機が設置されている。高橋市は2016年に駅で入り口の愛称を一般公募し、東口を寺めぐり口、 西口を白見通り口とすることが決定した。エレベーターは、コンコースと二つのプラットフォームとの連絡用に、各一機自由通路の白見通り口と寺めぐり口に一機ずつの、計四機設置されている。コンコースからプラットフォームへの二機は、JR 西日本が新駅舎建設時に整備したため、周辺道路からプラットフォームまで段差なくたどり着く。 ことが可能となり、駅全体のバリアフリー化を実現させた。発車表は、駅舎強情化に合わせて、コンコースとホームに LED 式のものを設置した。便所とコインロッカーは、西口階段下に一箇所あるのみで、改札内、自由通路上及び、東口広場には設置していない。旧駅舎にあったキオスクは、現在の駅舎にはない。 校内上り本線は1番乗り場、下り本線は3番乗り場で、特急、八も及び、寝台特急、サンライズ・出雲も停車する。2番乗り場は上下共用の対比線であり、当駅始発岡山方面行きの普通列車や、新見方面で特急を待ち合わせする普通列車が、使用する。旧駅舎使用時は、下り本線が1番乗り場、上り本線が3番乗り場であったが、 現在の駅舎の使用が開始される際に、開板されている。また、新駅舎建設時に上りホームをかさ上げし、乗車時の段差を減らしている。留置線も付設されていて、夜間大白が設定されている。1日の平均乗車時員は、以下の通りである。高橋市複合施設高橋市図書館2階、入り口上見通り口に隣接し、2階部分は、 駅の自由通路と直結している。1階は高橋バスセンターと複数の店舗がある。2階から4階には高橋市複合施設の中心となる高橋市図書館がある。また、2階自由通路に直結する部分には、スタヤ書店、スターバックスコーヒー、高橋市観光案内所がある。高橋市が既存の高橋バスセンターを建て替える形で建設した。 2017年2月1日に高橋バスセンターと1階の一部店舗がオープンした後、2月4日に高橋市図書館とすべての店舗がオープンした。運営は、高橋市図書館と高橋市観光案内所、カルチュアコンビニエンスクラブが行い、高橋バスセンターを美北バスが行う。なお、高橋市図書館駐車場は、駅の西側と東側のどちらにも存在するが、 駅の東側の方が、駅の反対側にあるものの収容台数が多いため、高橋市図書館を示す道路標識も、駅の東側へ誘導している。2階から4階、2階、1階、西口広場は、タクシー待機場や送迎スペースを備えたロータリーとなっており、山田報告像が建てられている。屋根は、市街地に多く残る町屋をイメージしている。この西口広場は、 旧駅舎や、その送迎場跡地に建設されたものである。階段を降りて西口広場へ出ると、線路沿いの北側へ伸びる市道と、垂直方向の西側へ伸びる駅前大通りである、県道の2本の2車線道路が見える。駅から北方向へ100から200メートル歩くと、備中松山城を望むことができる。駅周辺のエリアには、栄町商店街、金融機関、 高橋市役所などが立地するが、ここは明治時代以降に発展した新市街地である。新市街地エリアよりも北側及び西側のエリアは、主に江戸時代に備中松山藩が整備した城下町地区であり、古い建物が多く見られる。駅から北へ900メートルの場所に流れる高野川両岸の市道は日本の道100線に選定された。また、 武家の町として栄えた、当時の面影を残す、石平町の武家屋敷、商売の中心地であった、松山往来の南町通り、下町通り、本町通り沿いに残る町や、東側山麓に配置される、来宮寺など、多数の寺院、岡山県内最古のキリスト教会である高橋、キリスト教会堂といった町並みが形成されている。さらに北側には、藩主が、 平時に滞在したお猫や跡があり、備中松山城が立つが牛山のふもとにあたる。また、荒野、川上流の山腹には、きび国際大学や、殉承高等看護福祉専門学校といった、高等教育機関がある。駅の南西側は、商業店舗が多数立地しており、特に1990年に、ポルカ天馬やハピータウンが開店して、以降、 周辺にも店舗が出店している。駅の西側を進み、約500メートル先に高橋川が流れ、高橋大橋を渡った対岸には、岡山県備中県民局高橋地域事務所などの行政機関、高橋市民体育館などの公共施設、学校などがある。8月14日から16日の夜に行われる、備中高橋松山踊り開催中は、 西口広場や駅前大通り、栄町商店街が歩行者天国となる。東口広場東口広場には大型バスの停車が可能な送迎スペースを備えたロータリーとなっており、中央のスペースもバス停車が可能である。東口広場の完成に合わせ、国道484号に接続する指導整備も進められた。周辺は住宅地であるが、 他もところどころに見られる。駅の南側に岡山県立高橋城南高等学校がある。東側の山沿いには多数の自社が立地している。高橋バスセンター乗り場バス路線は高橋市複合施設1階の高橋バスセンターを発着する。高橋市内各地のほか、真庭市北房地域と紀備中央町旧海洋町域へ向けて運行している。一部。 成和町坂本で乗り換え、新見市中心部へ運行する便もある。待合所及び店舗の外周にバス通行路と乗り場があり、これらはすべて屋内にある。建て替え前に現在の位置に存在した旧バスセンターは事務所や待合室があった小型の建物と屋外に旅客用の屋根がついた2面6つの島式乗り場及びバス待機場で構成していた。 2015年6月1日、寺巡り口前に一時移転し、仮設バスセンターとして営業開始した前から発着した。東口広場完成後は、東口ロータリーを乗り場として使用していた。2017年2月1日、高橋市複合施設に再移転し営業開始した。すべて美北バスが運行する。なお、地頭岡山天満屋線は、 高橋バスセンターを経由しない特急、八雲、寝台特急、サンライズ出雲の隣の停車駅は列車基準を参照。ありがとうございます。